はい、お願いします。はい、うん、前半の続きね、うん、そのノートにね、今日もノートにそのカーダー騎手を買ってなかったのが、はい、まあ、残念だみたいな感じで書いてある、うん、まあ、それはもちろんそうなんですけど、うん、もう今の福山さんだったらもう一歩進んで、はい、だって投資をしてるんだから、はい、いやいやって、うん、三浦騎手と川田騎手が当たったところで、うん、はい、少ないです。300円が350円じゃん。そうなんですね。そうです。そんなんで私に経済的余裕なんかできるわけないやん、うん、ということを、うんうん、自分で考えてる人は、うん、はい、考えつくんだけど、はい、ただ、うん、一生懸命やってるっていうのはね、うん、まあ、しょうがないにしても、うん、川田騎手を入れなかったことに残念だって思ったのは残念ですね。残念だと思う場所が違いますね。はい、うん、わかりますよね、うん、はい、うん、競馬っていうそのなんかテレビゲームとかスマホゲームをしてるわけじゃないんで、はい、投資をしてるわけですから、はい、やっぱりそのお金ということを、うん、自分の頭から外してしまって、うん、その的中ということだけ、はい、もうカーダー騎手入れてて300円が350円になったら喜ぶ、それはこの前までの話ですよって。本当ですね。いや、今回もしそれで喜んでたら、はい、いや福山さん何やってるんですかって僕から言われますよ、うん、で挙句の果てに外れたことを悲しんでるって、いや それもちょっとねっていうことですよね、はいはい、うん、ですから、あ、なるほどなと、うん、やっぱりちょっと予算が、うん、少なすぎるから、はい、人間ってこういう錯覚に陥るよなっていうのを僕も思って、うん、やっぱり1レース1週間に1000円ってすると、うん、まあ、1ヶ月全部負けたら4000円ですからね、うん、まあまあの金額ですから、うん、これ1年間負け続けたら約4万8000円で5万円ですから、はい、なかなかの金額ですから、うん、はい、2年間負けたらもう10万超えますからね、はい、10万になる、9万6000円ですから、わかりますよね。そうなってくると人間っていうのは不思議なことにやっぱりスイッチが入るんですよね、はい、うん、いやいや、これちょっとこの3等ボックスとかで買ってていいのみたいな、うんうん、上位1番人気から4番人気で、うん、それはまあ統計的には2頭来てるけど、うん、そこはもう無視して、うん、その5番人気から9番人気、うん、もしくはそれ以下の分も競馬って統計がすごく重要なんだけど、統計通りにもならないっていうところもあるんだから、うんうん、やっぱりお金っていうことを、うん、もう少し自分の心を向けた方がいいんじゃないかなって、うん、この三等ボックスとかその副賞とかそういうそのあんまり儲からないことに疑問を感じるように今後もなってほしいんですね、うんうん、例えばいずれは先生ワイド馬券ってどうなのみたいな、うん、わかりますよね、うん、まあいずれ、まあそれはまあはっきり言って、うん、ワイド馬券が当たるようになってからの疑問だと思いますけど、はいはい、うん、当たったは少ないなってね、うん、いう時に初めて先生ちょっとこのままワイド馬券やってていいんでしょうかとかね、うん、それはその答えは今は言わないですよ、うんうん、当たれば、その質問というのが必ず出てくるでしょうからっていうことですよね、はい、うん、うん、わかりましたね。馬券の買い方はこういうふうに、はい、うん、あなたの実力がアップすれば、うん、今回はお仲間も、はい、軸が、はい、全員当たってたんで、そうですね、うん、僕はたまたまです、うん、同時に、はい、今週から、うん、1000円1週間に1000円、うん、予算はね、はい、そして馬券はワイド馬券、はい、というものに共通して、うん、やったらいいんじゃないかなと思いますよね、うん、他の方もこの公開カウンセリングを聞いてくれると思うんでね、はい、うん、今週からは1週間の予算が1000円、うん、馬券はワイド馬券のみ、うん、ということになります、はい、うん、じゃあ少し難しかったんですけど、はい、関谷記念と、うん、小倉記念、うん、わけのわからん馬が、はい、うん、ね、2位に来たっていうふうに思ってる、はい、でも以前
野村監督という野球の監督がね、はい、勝ちに理由のない勝ちはないというのを言ってたんで、僕は昨日の夜、はい、一生懸命理由を探しました、はい、うん、もちろんそのガンマさんの解雇も聞かせてもらって、うん、なるほどなとは思いました、うんうん、あのさすがだなと思いました、うんうんうん、で僕はあのさらに調べました、はい、うん、で僕なりの解雇というのを言いますね、うんうん、結果的に世紀記念っていうのは、はい、1着が、はい、ウィン・カーネリアン、はい、2着がシュリー、はい、3着がダノン・ザ・キッドだったんです、はい、じゃあこれってどういう馬だったのかっていうことですね、うんうん、はい、1着が2022年の谷川ステークス、これ同じ新潟競馬場の同じ1600で同じか状況の1着馬だったんです、うん、そして騎手も三浦騎手です、はいはいはい、2着の首里、はい、その前の年の谷川ステークス、はい、新潟の競馬場の1着だったんです。だからシュリーはとんでもない馬じゃなかったんです、はいはい、ただその時にはあの秋山新一郎騎手だったんですね、はい、ですからウィン・カーネリアンは同じところで、うん、あの同じ距離で1着を取って、うんね、なおかつ三浦騎手、はい、まあ、そこからすれば、うん、ウィン・カーネリアンが1着になったのは、まあ、ある意味、うんね、なるほど、うん、なるほど、ね、で2着はシュリーだけど騎手違うな、はい、この時に僕は、うん、津村さんってどんな騎手なんだろうと思って、はい、まあ、全国リーディングを見て、はい、その後、うん、いやいや、うん、新潟競馬場のリーディング見なきゃと思って見たら、うんうんうん、新潟競馬場 の、うん、あの昨日の夜の段階での、はい、あのリーディングが1位今村騎手、はい、2位川田騎手、うん、3位西村騎手、うん、4位三浦騎手、うん、5位福永騎手、6位丹内騎手、7位岩田康騎手、8位戸崎騎手、9位菱田騎手、10位松本騎手、11位津村騎手ってなってた。まだずっと続くんですよ、うん、はい、ということは今回のレースに出てる人だけをピックアップすると、はい、1位川田騎手、2位三浦騎手、うん、3位戸崎騎手、うん、4位津村騎手だったんです。ということは津村騎手ってまあまあの騎手なんですね、新潟に関しては。だったら首里がね、あのウィン・カーネリアンの前の年に同じ条件で1着なんだったら、うん、はい、ね、うん、だってもう今年と去年の一着馬が出ているんだから、はい、もうその後ってその前の年しかいないわけですから、うん、でこの 2頭ってかなり有望ですよね、はい、うん、じゃあ、はい、さっき言ったら、はい、あ、私の選んだ戸崎騎手って津村騎手よりも新潟のランキング上だったんだと、うん、そうです、うん、それで選んだんですよ、うん、残念ながらですね、ザダルは新潟の 1600m のレース経験がなかったんですね。そうですね、そこは大きいんですね。うん、だから今回今までは騎手で、これは騎手だけを見なさいって言ってる意味じゃないっていうことはずっと言ってきましたよね、うん、これから自由にあの馬と騎手を選べるということは、うん、馬のことも、うん、あの当然ながら、うん、あのこう決める時のポイントにしていかないといけない、うん、やっぱりこの2あの競馬場適性っていうのは今後も大きいんですよ、うんうんうん、競馬場適性、例えば小倉競馬場適性、新潟競馬場適性、はい、うん、今週だったら札幌の競馬場の適性であるとか、はい、うん、それの騎手の適性と馬の適性の掛け合わせなんですね、はい、うん、やっぱりね、ザダルがね、うん、あの新潟の1600の経験がないっていうのは ね、やっぱりね、戸崎騎手はいいけど、そう微妙ですね、うん、ということはもうその次にもう津村騎手いるんだから、そこまで見てなかった、うん、12番人気やったから、ね、うん、だったらっていうことですよね、うん、うん、ということはこれって僕がさっき言った、まあ、ウィン・カーネリアンから10頭流しっていうのじゃなくても、はい、うん、馬のこと知ってれば、はい、ね、いやもう少し絞れるな、うん、予算1000円やな、うん、これ結構いけるんじゃないかな、はい、例えば300円ぐらいとか、まあ、はかけれそうだなとか、うん、そうなってくるとで、シュリとウィン・カーネリアンの6番12番に300円かけると、うん、まあ、2770円のかける3、うん、まあ、8000円ぐらいか、うん、だから3000円が8000円ぐらいになるということは、まあ、5000円ぐらい、はい、
利益が出るわけですね、うん、8310円、うん、っていうことは3000投資ですから5310円、うんはい、うん、これいけんこともないんですね。だから勝ちに理由があるんです。うん、そうですね、わかりますね、うん、じゃあ小倉記念は、はい、ね、うん、あの結論だけ言います。小倉記念も予想したと思いますけど、はい、あの1着、はい、ね、2番人気マリア・エレーナ、はい、2着10番人気ヒンドゥータイムズ、3着1番人気ジェラルディーナ、うん、じゃあこれの小倉適正って、うんうん、1番のマリア、1着のマリア・エレーナは、うんうん、高町、小倉の2000の同じ条件で、うん、同じ機種でまた1着です、うん、で2着のヒンドゥータイムズっていうのは、はい、小倉の、うん、2019年に小倉の2000、うんうんね、同じ競馬場の同じ条件で2着なんです、うんうん、ただその時には川田騎手なんです、うんうん、ということは川田騎手が乗ってる時点で、はい、あれこの騎手、あのこの馬強いんじゃないのっていうね。で3着のジェラルディーナ、うん、これは2000がないんです、経験が。だけど小倉の1800を2着が2回あるんですね、うん、でも1800と2000は違うというふうに、うんうん、そうするとあの今度は騎手なんです、うん、でマリア・エレーナがあの小倉で勝った時の騎手は松山騎手ですから、うん、はい、そのもうさっきままま、ね、いやさっきと同じパターンじゃん、うん、っていうことですね、はい、で方騎手に関しては僕が先週のカウンセリングの時に、うんねうん、若手騎手追っかけ法を僕たちはします、はい、ただ、うん、コロナで短期免許取得の外国人騎手が来てなかったんです、うん、でこれから来ます、はい、そうなった時に、うん、若手騎手と短期免許の外国人騎手、うん、どっちが明治が上かっていうことは今後調べていかないといけませんよね、はい、って言いましたね、うん、だから僕はもしかして、はい、福山さんが小倉を買っていれば、うん、っていうか小倉の予想をしたんですよね、一応自分の中では、まあ、けどね、ちょっとね、うん、もうあの関谷の方に、うん、時間取ってしまって、うん、それは全然構わなかったと思います。こっちちょっとあんまりね、言ってなかったんです、うん、でも本当はこれは、うん、小倉記念の方が当てやすかったと思いません、うん、そうですね、うんうん、っていうのはそもそも関谷記念っていうのは、まあ、今回はたまたま荒れましたけど、うん、硬いんですね、10年の統計した時、うん、小倉の方がハンデ戦だから荒れるんですね、はい、やっぱりその配当っていうことを考えて、うん、そしていくらハンデ戦だからって言って、うん、そのめちゃくちゃなわけのわからん馬は来ないわけですよ、うん、こういうふうに勝ちに理由のない勝ちはないということを知っとけば、うんはい、勝ちには絶対理由があるんですよ、はい、ということは、うん、ヒンドゥータイムズが2000の小倉の実績があって、うん、川田騎手が乗ってて、うん、方騎手が短期の、はいね、外国人騎手だっていうところまで行ってれば、うん、意外と、うん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 、あの200円ぐらいはかけるぐらいの自信度はあったかもしれませんよね、うんうん、そうですね、10番人気、はい、だから首里12番人気の首里よりは、はい、ハードルは低かったかもしれません。だけどこの、ねまあ、今まで練習してきた中で、あの1番人気から4番人気、そして5番人気から9番人気で練習してきたんです、うん、だから今回は10番人気とか12番人気とかに、うん、あの心を向けなかったのは正解だったんですね、うん、でもそれは練習の正解であって、はい、投資の正解ではないわけですね、うん、でこれからワイド馬券を馬はもう自由に選んでいい、うん、買い方も自由に買っていいっていう風になってくると、うんうん、あの当然やっぱり配当の高いもの、うんはい、なおかつ的中するもの、それを着て、はい、お願いします。スマホが惜しかったですね、あと何秒かでしたけどね、すいません、うん、で、だから期待値の高いものをやっぱり自分で考えて狙っていく、うんうん、だから的中ばっかり考えていくと配当が少なくなる、はい、配当ばっかり考えていくと外れてしまったら元も子もない、はい、それのバランスを取るのが期待値という競馬用語になります、うん、期待値ね、期待値、わ、うん、かりますよね、はい、うん、だから例えばこの通りしなくていいですけど、軸を1番人気から4番人気に軸を1頭決めといて、うんはいうん、5番人気から9番人気を2頭、
で例えば400円ずつ、うん、はい、で10番人気以下を1頭を200円って、はい、これ僕は期待値をどこのゾーンに考えてるかというと、うん、5番人気から9番人気というところを期待値のゾーンが多いんじゃないかって考えてるんですね、うん、そうですね、はい、だけどやっぱりこの10番人気以下も捨てがたい、うんうんうん、っていうふうに考えてるんですね、うんうん、まあ、特に G3 である、特に夏競馬である、うんうん、ね、はい、まあ、G2 になったらあの期待値のゾーンのところに来る、うんうん、まあ、例えば G1 になった時も、うんうん、1番人気から4番人気だけで、うんうん、あの1着2着3着が決まるっていうことももちろんありますけど、うんうん、例えばそういうレースってその期待値低いですよね、うん、そうするとあのまあ一応買うけどみたいな、ちょっと期待値低いよなみたいな、もっと慣れてくればあの G1 と同じ日に、うん、あの違う競馬場で、うん、あのなんか当たりそうなレースあるから、うん、あのこっちの方に同じ1000円だったらかけようかな、うん、それが投資ですよね、わかりますね、はい、今は練習も兼ねてるんで、うん、あの G1 になってもあの検証するためにあの、うん、自分のやり方でワイド馬券で、うん、まあ、その時あのルールがどう、ね、改良されてるかは分からないですけど、うん、今と同じ今週と同じ、うん、あのルールであれば、うん、あのやっぱり G1 ではちょっと期待値低いなっていう結果が出るかもしれないし、うん、意外と G1 いけるわ、うん、あの外れちゃったけどゾーンには来てるやんとか、うん、いやいやあの10番人気以下もいやこの馬来そうやったもん、うん、みたいな、うんうんうん、それはあの自分であの検証してみてのお楽しみということになりますよね、わ、うん、はい、かりましたね、はい、うん、あのくれぐれもは難しくなったじゃないですよ、うん、自分は何のためにしてたのかっていうことを考えれば、うん、今までの練習のやり方でやっていいわけがないんですよね、わ、うんうん、かりますよね、うん、そして自分はなおかつ軸馬はもう選ぶことができてるんだと、はい、あそうかってウィンカーネリアンから、うん、まあ、例えば1000円かけていいっていうルールだったら、うん、10頭全部5番人気から選べば、うん、私昨日当たってたんや、うん、っていう、うんうんうん、そうですね、軸が当たるってこういうことか、うん、っていうことですよね、うん、馬単でもし買っちゃったらって思ったらね、うん、馬単で向いて1着あたりですよね、うんうんうん、そこがね、あの全然難易度が違うんです。これなんでかって言ったら、はい、あの今はあのレースが終わった後に話してますよね、はい、これワイドっていうのは、はい、ウィンカーネリアンを軸を1頭選んでたのが2着であっても当たるんですね、うん、はい、あそうかそうか、3着であっても当たるんですね、うんうん、でも馬単の場合は1着じゃないと当たらないから、うん、桁違いに難易度は高いです。ああそうか、うん、だから混合しないでくださいね、うん、自分も解雇してる時僕に聞いてる時に、うん、あのいやだったら馬単の方がいいやん、うん、いやそれやったら僕が馬単を言ってるじゃないですかそこは考えないと、なんで馬単の方が良さそうやのに、うん、先生はワイドを言うんだろう、うん、あそっか、うん、ワイドだったらウィンが3着でも私は当たるんや、うんうんうん、そうです、これ全然違うやん、はい、っていうことですね。そうですね、わかりますよね。そうです、うん、だからゲームじゃないんです、うん、はい、そうです、お金をかけるんです、わ、ね、うん、かりますね、はいはい、そしてそのお金は積もり積もればかなり大きいお金になってきますから、そうですね、勝ちも大きくなります、はい、負けも大きくなります、はい、うん、あのそろそろ1000円予算ぐらいでスイッチ入れとかないと、はい、なかなか経済的余裕はできないですよというお話でした。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございました。